さあ、で、茶番は済んだ。こっからだぞ、多分分岐ルートは。はいはいはい、分岐あるね。動物に笑われたな。で、これで下に戻るとどうなってる？これ、初期の道に戻ってる。カミーラがいるってことはそういうことだな。正しい道を選ばなかったら、今みたいに動物に笑われるから、じゃあまっすぐ行ってみるか。ってことは今、間違えた道を選んだってことだから、最初の道は右が正解。はいはい。で、正解した道には、あ、ザザザニンニク。いちごようかんだ。で、うまく。遠距離から、やっぱこの帽子めっちゃ強えな。普通のスピンアタックがもうバカみてえだな。で、これで次下。これでどこに戻されてるかっていう話よな。あー、多分一番最初のマップに戻るのかな。だから右が正解でしょ、まず。で、ここが最初のマップで。なんで来んな、お前。うえ。で、帽子ぶん投げて、まあレベル上げも兼ねて探索するのもありっちゃありだよな。今敵のレベルよりも、まあ、こっちのレベルの方が低いから、まあ、道を間違えたら間違えたでもう間違いすぎなんだけど、まあ、レベル上げもできるからいいよねっていう。待て、帽子をまあ、動物の安定だよな。間違えた。でも一応帽子が今うまいこと仕事してくれてるから OK。 うえいいぞいいぞいいぞこれ、まあ、ついでにお金も稼ごう使うことないかもしれないけどいいね。で、上が今間違えってたからまた右上、まあ、確実に1体ずつ仕留めていくのがいいんじゃねえかなとは思うんだけど。で、トマトもできることなら回収してなるべくヒットアンダーウェイで戦いたいところだけれどもそうさせてくれないよね。おー、で、デカコイン。左、右で来てるけど、次はどっちだ？ちょっとコアルに仕事して。オッケー。まあ、コアルは仕事してないけど、おー、いいぞ、順調だ。順調に来れてる。うえ。いや、戻ってくるの早いんだよ。その敵のところで長時間いてくれるときといてくれないときのこの差は何なんだ。で、遠距離からマジ鬼のように強いよな。で、左、上また左行くか。俺運いいなさっきまですごく運悪かったけど途端に運が良くなった。左、待て待て、最初右でもう自分の中で順番をあんまり覚えていない。そしてここのところを連続で正解してたっていうのもあって間違えたらどっからやり直しになるのかも自分でよく分かっていない。はい、でレベル上がり、デカコインも欲しいけどまあ正直なくてもいいよね。下行ってみるか。あんまり下行ってなかったからどんだけ俺ちゃんと正解引いてんだよ運良すぎない？ちょっと怖いわ、こんだけ連続で正解引くと。で、して OKOKOK。 まだ分岐続くのか。左、上下、もう一回下行くか。あー、外れ引いた。これどっからやり直し？なんか一番最初からやり直しっぽい気すんな。はい、カミーラいるってことはそうか。いやいやいや、ずっと調子良かったから。ちょっとめんどくせえな。右だっけ？右、上だっけ？右右上左右右右上左で下、ここもここがさっきのマップな、ここがさっきのマップだから、あーちょっと倒すか。同じところまで戻ってきたから、せっかくだから倒してでデカコインとかも回収して、今度また左、はいはいオッケー。ちょっと帽子仕事してくれ。んでなんか当たり判定あれだよな、すごいギリギリの矢の当たり判定が結構射程短いとかなんか、いやえいや違う戻っちゃったんだ、多分一番最初に戻ったなこれ。はいだから今の道で左行くのは不正解ってことで、で上行って左で下って言って間違いだったよな。いやここね、さっき左行ったんだっけ、左行ってそれが間違いだったから、で下も間違いだったから右も違う。もう一回上に行くとか、あーなんかその可能性てかもうその可能性しかねえか。あ、違う。最初右2回行くんだっけ、右2回行って、で、次に上。これどんだけ続くんだ？で、左。で、ここで下行って。うっそ！こっち戻ってきちゃってる。今ので、じゃあもう上違うのか。右俺でも全方向やったような気するんだけど、上左下、ここまた左行くんだっけ、一回左行く、ここか。俺ここでさっき左に行って間違えたんだっけ、上行くかもう分からんから、とりあえず一旦上に行って様子見でお金を稼いで、もう549までたまってるもんな、すごいよね。はいあっぜひこんなところまでやってくると大したもんずら。お前も大悪さなんてしたでぼっかんか。そうずら、うちもずらずらと言うずら。大物産業に近づくやつともすべて始末しろと命令されているずら。従って、お前たちを国家的には生かせないずら。はい、ウツボズラズラやっちゃった。身動き完全にこしられるんだなあれで、あの妖怪薬みたいなやつで。いやもう帽子ぶん投げてひたすら待ってた方がいいよね。はいコアル完全になめぷしてたよな今、ボスの横で単純に決めポーズ取ってるだけじゃん。後ろから攻撃して大して強くないよなこいつ。うわ痛い、刺された。おお頭からなんか出してるけど、おお楽しい攻撃してきてんだ。別ゲーが始まった。これで一気にとどめを刺して、こんなガキ一にやられるわけにはいかないずら。お、本気出すか。お、本気出してる。まあ、全部たまるまで多分ダメージとんないから、はいめっちゃ近づいてくるじゃん。あーでまた目玉飛ばし攻撃。いやね。そうだよな、そんな弱いわけないよな。まあでもある程度離れたところからめっちゃサムネ映えするよな、今の目玉飛ばしてるシーンとか。まあ、言うてもうちょいダメージ食らったら回復するか。やっちゃった。おお、アクションゲー縄生ピョンピョンじゃんこれマリオパーティーの。これ使って今なんか赤い何か飛ばしてきたよ。おお、危ね。やめて、近づかないで。いや、来んなお前。こっちは安全なところから高めの見物をしたい。やめてくれ。ライフが2まで減ってしまってる。うえうえうえでぶん投げて、まずまず、いやでも言うとまだ2あるから大丈夫。うえ、いいぞいいぞ、これはめできるじゃん。うえでまたぶん投げて、まずまずまず、ドラボックンが死ぬ。これでくたばれ。よし、オッケー、ギリギリ。え、なになになに、え、ちょっとまずなんか、うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、さすがに回復使おう。ここで死んでる場合じゃないからな。で、トマトジュース。よし。あ、レベル上がってる。このタイミングで。このタイミングでレベル上がっちゃうから、トマトジュース1回無駄にしたな。はいはい、まあそうだよね、こうなるわな。あいつも残骸が。めっちゃ飛び散ってるけど。これで OK かと思ったらまだいた。え、またレベルアップ。え、上がんの早くない？え、どうしたこいつめっちゃ経験値持ってるとかなのか、元の経験値がどんなもんだったかわかんないけど、まあレベルが上がってくれるんだったらそれに越したことはない。はいはい、これでいいんじゃないか。もういないんじゃない。はい、奥に行って、え、また分岐、またこれかよ。今なんか民族みたいなやついたよな。ドドドチンワニドチンの亜種みたいなのが出てきたけど、レベル高えなこいつら。え、まだいるよな。え、近寄ってくんな。あー、これしばらく続くのか、この感じ。間違えた。待って、スタートどこだよこれ。ここが今あれか、ウツボカズラと戦闘したところ。まあ最初左だったよな。はい、左。なるべくあいつらちょっとはまりやすいから、はめて倒せるんだったらはめて倒せるような場所で戦いたい。当たってねえし。いやいや、挙動がちょっと変だよね。 OK、 デカコイン取って、じゃあ左上。 OKOK、 ナイス。でもうデカコインとかもそんなに取ってもうまみはないんだよな。おお、来てる来てる。酔っ払いみたいな動きしてるよな。んで左上、もう一回上行くか。外れ。左、もう戦うのがめんどくせえ。左、上。違うか。左、上、右だな。左、落ち着け。こういう迷いの森は大体どのゲームにもあるからな。左、上。右、左、上、右。いや、ダメだ、位置が悪い。初めてのやっぱ戦うことにして、いやマジ絡みにくいよなあいつ。よし、オッケー。ちょっとこいつをはめ倒してくれたらすごい助かったんだけど、もうルートあんまり覚えてない。左上右できたんだっけ。左上右上。さあどうだ。左上右上、これが正解。これまた普通にカンストしそうだよな。オッケー。左上右。いやでもどちらかっていうとこいつよりもニンニクの方が強いよね。ああもう分かんない。ああやっちゃった。で左上右だ。右だったよな。左上右で上。さっき間違えたのここだっけ。左上、待って、左。こういうのって喋りながら実況しながらやるようなもんじゃないからな。左上右、左上右、左上右、上、左。いやもう分かんなくなった。左、下か。下行ってないよな。左上右で次下。マジか。もう全方行ってないか。左上、いや違う。左上右。ここで一回上か。右でこっから右。なんだと。もう俺の集中力が持たなくなってきてるぜ。いや、ていうか、もうメモ取った方がいいぼっくんとかって言ってたけどさ、もう俺がそれを放棄してることによって生まれてる弊害だからな、これは。左、上、右、上、左、上、右、もう一回上だっけ。左、右、上、上、で、新しいとこ来た感じする。来ちゃった。このガーゴイルの層何なの。無駄に動いてるけど。もうラスボス。普通にラストダンジョン。どっちだ。あ、歩いてる歩いてる。うわー、エンドラ。やっと来たねドラボちゃん。あれエンドさん、なんでこんなところにいるんでぼっくんか。私がオーラサー軍団の大将軍、炎の魔女エンドラだからさ。あのアイスコンを倒したお前を倒せば、紛れもなく私こそが軍団最強の戦士。さあかかっておいで。エンドさん、それはないでぼっくん。普通に戦闘になるんだ。はい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 。いやまあ基本帽子だよな。帽子任せだよな。ある程度帽子に頑張ってもらって、ぼっくんはその割とそのなるべく戦いたくない。ボックンはとりあえず逃がして、あれと同じ戦い方よ。ゴエモン2のミニゲーム、グラディウスみたいなミニゲームあったじゃん。あれの先端を出して敵をホーミングで倒すみたいな、そういう遠距離攻撃できるやつあったと思うんだけど、それを使ってるような、そんな感じの戦い方でやっていく。どうせこの女もあれだろ、代理形態あるだろ。でもういいや、普通に俺も攻めて、そろそろ代理形態なるよね。いや動きだいぶ早いよね。もうアクションゲームだよな完全に。ここまで来れたのはマグダイじゃなかったみたいだね。遊びはおしまいよ。いれよマンドラ、この二人を焼き尽くせ。エンドラに対してマンドラって何？普通にこいつなんか召喚獣出してない。おお、ドラゴンキッズみたいな完全にドラゴンキッズじゃんこれ見た目。で言うてマンドラを出したけど、マンドラ何もしてなくねえか。マンドラただぐるぐる回ってるだけで、そんなに俺に害ないよね。おお、ちょっと火吐いてる。辛そうな火吐いてるわ。唐辛子みたいな火を吐いてたけど、でもこれマンドラの方に多分ダメージ与えても意味ないと思うんだよね。ああ、しかも倒せんのかよこいつ。あ、なに無限に湧いてくるタイプ。あ、マンドラの2代目マンドラが出てきたけど、まあ、基本的にてか雷の帽子なんかやったらマジでしんどいよねこれ。強化アイテムを持ってるか持ってないかだけでだいぶ戦い方変わってくるよね。よいしょ。あんた2代目マンドラも倒して、もうエンドラもあの位置でもダメージ食らっちゃうの。エンドラももうじきくたばるぞ。多分この帽子攻撃あと2回ぐらいすれば倒せるんじゃないか。うえ、いいぞこれ。もうマンドラが何体目なのか、もう何代目のマンドラなのか分かんないけど、オッケーオッケー。エンドラも倒して、この私が負けるなんてそんなバカな。いや、さっきのウツボカズラの方がどちらかというと強かったぜ。エンドラ、親父をそそのかして。これあ、これあれか、魔界征服なんてしようとした罰だぜ。コアルってオアルさんの息子か。親父、そうか、どっかで見たことがあると思ったらコアルだね。あんたこの間家出したっていうオアルさんの一人息子、コアルだね。コアルが本当で僕くんか。バラちまったが、そういうことはドラボよ。隠すつもりはなかったんだが、お前を利用してるみたいで、なんか言い出しにくくてよ。魔界征服なんて野望でのぼせ上がった親父のやつに逆らって大喧嘩の挙句飛び出してきちまった。ふふふ、魔界の王子2人が相手だったとはね。道理で強いわけだよ。いや、エンドラが弱すぎるだけだと思うぜ。しかしコアルよ、オーバルサー様は自分から魔界征服を始めたんだ。私はそれに従っただけで、そそのかしたりなんかしてないね。お、レベル上がった。もしもし、ぼっくんでぼっくん。ああ、ぼっちゃま G でござります。おめでとうございます。レベルアップでござります。頑張ってくださりませ。 G たちも応援しております。親父は自分から魔界征服を。このジジイからの電話ってもうほんと空気読まないよな。クワル行くわでぼっくん。行ってクワルのパパ上に会えば何かわかるかもしれないでぼっくん。ドラボーいいのか。俺がアワールさんの息子と知っても一緒にいてくれるのか。何言ってるでぼっくん。クワルらしくないでぼっくん。コアラは僕の大事な友達じゃないで僕くんか。友達は助け合うもので僕くんよ。ドラボ、これセーブできたりしねえかな。いかにもセーブできそうな感じの魔法陣だと思うんだけどよ。これこの後何ボス連戦とかなのかな、セーブ地点みたいなのある？でもこれ、そのコアルの実家でしょ？あ、歩いてるってことは強制的にボスラスボス戦？ついに来たかドラキュラやのコセガレよ。いや連戦だな。ボックンのパパ上とカミラのママ上よ、返すでボックン。親父いい加減ね目を覚ませ。うん、誰かと思えば貴様コアルではないか。オーラサーの王子とドラキュラやの王子が共にここまでやってきたか。ふふ面白い。その力のほどしかと見せてもらうぞ。いや連戦だ。レベル差あるけど基本的にこの帽子でどうにかなるだろう。でダメージ食らった時ちょっとフリーズするの厄介だよな。それさえなければだいぶいいと思うんだけど、てかあんまり帽子が帽子として機能していない感じする。そこまで長居してくんないよね。おお、区内激変派みたいな攻撃してきてるけど、もうそんなの関係ねえ。言うてレベル差考えたら圧倒的にこっちの方が レベル差っていうか HP の差考えたらもうこっちの方が有利だぜ。いやでもこいつラスボス戦ってこともあって2回ぐらい変身残してそうだよな。ちょっとあんまりあれだな。画面がちょっと調子が良くない。で、ただこれコアルをその何？その友達を奴隷みたいに扱うみたいなカードあるじゃん。友達をバーサク状態にするみたいなさ、そういうカードあったと思うんだけど、それを使っちゃったら、ああ、てかオーラスも死にかけてる。それ使っちゃったら帽子攻撃できなくなるみたいなのは確かあったよね。ああ、何か出てきたで僕。私はダーク、闇の太陽、ダークだ。お前が同じ能力を作りやがったのか。その通り。とすると今までのことは全部お前の仕業で。あ、ということは、いや待て、全部お前の仕業で僕ね。そういうことになるな。てめえ絶対許さねえ、ぶっ飛ばしてやる。けそれはお前たちの方だ。いけ、おはるさん。このダークの方に、おお、まがまがしい見た目。まあ言うてこれで攻撃すれば全然通りがなると思うんだけど、ダメージ量もそんなに痛くないんだね。いや痛えか。やめ HP2 ぐらいになったら回復するぐらいの気持ちで。そえ落とし穴、今謎に落とし穴みたいな行動してたよなこいつ。でうまく巻いて、おお、やっぱラスボス戦っていうこともあって技のデパート感あるよね。いやこれゲームオーバーになったらめんどくさいから絶対ゲームオーバーにはなりたくない。待て待て、いやいいんだいいんだ。トマトジュースを使ってこれあることでだいぶぬるゲーになるよな。まあ、言うて敵の HP もまだ12あるからまあ手強いわな。落とし穴に落ちちゃったけど、落とし穴に落ちつつも普通にダメージは通ってるから、動きダメージがあって動き封じられるってる時に何もできないのつらいよな。まあ、帽子に、まあ、それも考慮に入れて帽子に全部頑張ってもらうみたいなさ、まあ、それでいいよね。うえコアラ僕決めポーズ取ってる場合じゃねえんだよお前。んー、飛ばされた。うえてか落とし穴の攻撃って何なんだこれか。まあ落とし穴っていうかブラックホール攻撃みたいな感じなのかね。マジコアレ役に立たないな。いやもう HP が一気に逆転現象になってる。まあまあ強いよねやっぱり。思うように満足に体が動かない。他のさグラグラカードとか結局俺使ってないんだけど一回使ってみるか。これあんまり意味がなかったかもしれない。しかも動物画面からフェードアウトするまで使えないのか。これは何天使。あ、ダメージ与えてくれてるってこと。いやダメージ与えてくれてんのはいいかもしれないけど、ちょっと待って、これ逆に落ち着け。トマトジュースを使って回復して。トマトジュースマジでチキッとだよな。はいでまだ使ったことないコウモリ。一応ダメージ与えてくれるカードみたいな、一定期間ずっと敵に群がって攻撃を与えてくれてるみたいな、そういう感じ。じゃあ透明、この見えなくなった状態でダメージも食らわないから一気に敵をボコれるねみたいな、そういうことね。ただ帽子使ってる間、帽子じゃないカードを使ってる間は帽子が使えないから、そこが難点で、これ逃げる用の帽子な。この間は一応敵には気づかれてるけどダメージ食らわないから、むしろさっきの迷宮みたいなところで使った方が良かったのかもしれない。でこれ鍋焼き、鍋焼きうどん、ちなみに何の反応もしない。こいつ別に好物でも苦手なもんでもないっぽいから、使ったとしてもだからどうしたみたいな、そんな風に思われるのかな。はい、じゃあコアル、ダメージ全く通ってねえじゃん。やっぱ親父は強いからダメージ全く通んないみたいな、そういう仕様なんか。はいで風船使えんの。そもそもボス戦で風船使ったらどうなるのか、ちょっと使ってみたい気もするけど、使えちゃうの。ちょっとマジでこっから、いや最悪だ。やっちまった。いやまさかボス戦でも使えるとは思わねえじゃん。ちょっと待って、トマトジュース6しかないでしょ。うわやっちまった。つか今の本当に第3形態ないよな。第3形態あるんだったら今の選択肢やばいぞ。いやまあいいや、せっかくだからちょっと他のもうセーブするかとりあえず。もうだってどうしようもできないもんな。こっからボスのところまで一切セーブできないってきつくねえか。でここまたジャングル通って奥行かなきゃいけないってことでしょ。うわめっちゃめんどくせえ。やらかしたな。やっちまったわ。お前から差しくじいてんな。これでさ、ちょっと待って。でもボスはもうエンドラも倒した後だからさ、そういう意味でも楽なのかもしれないけど、ちょっと自信から使ってみる。おお、こんな感じなんだ。これはこれカチンコチンカードか。いや前使ったことあるよね。いやせっかくもう最終局面だから全部のカードを使ってみようぜと思ったけど、こいつマジで失敗だったわ。つうことでちょっとまたボスのところまで一気に加速するぜ。てかパート的に時間区切ってるかもしんない。まあつうことでボス戦までまた行こう。